はい、どうも皆さん、やってまいりました、モリチンです。今回も MHFZ の動画撮っていこうと思います。さあ、今回ですね、こちらのガの装備の、足の装備ですね、皆さんね、作ってるかなと思うんですけれども、こちらの足装備に、まあその ZX レベル1までですね、今回はちょっと僕間に合わなかったので、ちょっと今僕レベル5なんですけれども、ちょっと最終強化まで間に合わなかったので、とりあえず ZX レベル1になるところまでの生産素材っていう、まあ強化素材とかをね、紹介していきたいかなと思います。 ZX ガの足についてはね、まあこちらの攻撃、吸血、献身、猛進、幕なし、すべて5入ってるということで、とてもとてもとても強い。で、しかもスキル枠拡張っていうね、めちゃめちゃ強い防具だっていうのは、まあ皆さんね、もうご存知かなと思います。まあこちらをね、今回のガノは目玉としてやっているんじゃないかなと思いますけれども、まあそれの生産素材 ZX の段階でこのね、スキル出ますんで、ここまでの素材っていうのを見ていこうと思います。はい、まず生産素材はこちらとなっております。こちらでね、作っていただいて、そして次 ZF にするときにこんな感じになっております。そして ZY でこんな感じ、まあ星 1,2,3 のね、頭1個ずつ使うんだなってことを覚えていただければなと思います。で、ここからはまあね、レベルアップなので、ポン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 見ていきますよ。はい、次レベル2にするときがこちらでございます。レベル3にするときがこちら、そしてレベル4にするときがこちら、レベル5にするときがこちら、レベル6にするときがこちら、レベル7にするときがこちら、そして ZX にするときにこの素材ということでね、覚えていただければなと思います。早かった人はシークバー止めてね、見ていただければなと思うんですが、一応まとめてみました。ちょっと字幕出てるかな、こんな感じですね。ちょっと見づらいかもしれないんですけども、まあコモン素材は40、40、40とかそんぐらい使っていったりとかで、あとはまあゲルは10個使う、それからヒレの、まあなんか V 破壊のコモン素材というか、まあ、V 破壊のレアじゃない方は10個ずつで、それから V 破壊のレアは2個ずつみたいな感じで使っていきますね。で、123の頭については星123の頭は2個ずつ、そして星4の頭が最後に3つ必要で、ゲルタマリ袋がこちらが1個必要みたいな、そんな感じになってますね。とりあえず ZX にするまでにはこの素材が必要なのでね、参考にしてみてください。ここから先についてはまたね、別の場所でまとめようかなと思うんですが、まあブログに書くなり、しようと思いますんでね、そちらをね、参照してみてください。僕もまだ終わってないので、そちらね、書いていこうかなと思います。ということでね、皆様ね、ガの足とても強いですので、まあね、武器の方がちょっと残念だったんですけれども、今回はね、このガの足をね、メインとしてね、やっていくといいんじゃないかなと。新しい祭り武器のね、素材も気になりますし、ゲルなんかはね、取っておくといいんじゃないかななんていう風に思っております。で、ガノトドスのハメもね、11月のアップデートでなんかこう修正されるらしいんですけれども、それまではまあハメもできるみたいなので、で、ハメは全然やって大丈夫とのね、言ってましたんで、なのでまあそこら辺はね、大丈夫なのでね、はめられる方はしっかりはめて、で、素材ガンガン集めていきましょう。ということで、今回はこんな感じで、ご視聴ありがとうございました。 YouTube のチャンネル登録、それから Twitter のフォロー等々待ってますので、よろしくお願いします。グッドボタンもよろしく。それでは次回の動画配信でお会いしましょう。グッドバイバイバイ。